おはようございます。おはようございます。はい、お兄ちゃんと同じく、はい。新築アパートの部屋におります。はい。なかなかないでしょ、こういうところに来るの。なかなかない。父ちゃん、こういうところ来ると昔思い出すんだけどさ、さて、お兄ちゃんと同じ質問。はい。さとし君は、はい。いつ、どこで、どのような一人暮らし、独立をする心づもりでしょうか。って言われたら、兄ちゃんと同じ20歳の頃、多分こんなこと考えたことないと思うけどね。考えたことありません。で、このアパートに来て今ここに来るんだ。その子にはもう新築じゃないけどいい。ちょっと古くなってるよ。いやでも、家を借りて、要するに結構横浜とかそっちの方に来るってことか。海辺の近く。海。お兄ちゃんが山で、弟は海。はぁ、あんたカフカか。海の近くに来て、で、働いて、で、23歳ぐらいに結婚して、23歳ぐらいに結婚して、どんな女の子と結婚するんだろうね。どうやら髪の長い子、綺麗な子、かわいい子。兄ちゃんは気に入ってない。気に入ってない。あれ聞かなかったっけ。あの海辺で仕事は、仕事、寮とか、おお、あとちょっと親族とそのつながりあるよね。海が好きな人に寮はないってかが。はあ、漁師さん。それか、セブンアイライホームで働いたり。なぜかセブンアイホールディングス。それだったら魚にしてるとかやればいいんだよ。面白いね。で、20歳頃独立して23歳頃まで、で結婚。で、子供。で、どんなことを結婚するの。で、お兄ちゃん。兄ちゃん、聞いたじゃん。でも、このお兄ちゃんに見たんだけど、こういう質問で何回か自分にしてみてごらん。本当に思った通りの人生になるから、不思議なもんで。で、子供生まれるのは25歳。25歳で子供生まれる。だから、10年後だから。何、男の子いいの、女の子いいの。男の子、男の子、何人ぐらい、何人ぐらい。ねえ、なんかね、10人。すごい、漁師さん、子沢さんでございます。ありがとうございました。はい、サンキュー。